手振ってくるからさ、あ、今日のプールの時間で一緒にペア組んだから手振ってくれてんのかなと思って、手振ったら全然後ろの子に手振ってたのがトラウマでさ 手振った時に絶対後ろ向いちゃう癖がある。あるあるだよね。うん、恥ずかしくて。テスありがとうって言ってくれて、ありがとう。そう、今日はイベントに参加させていただいてて、少しだけなんですけど、うん、行ってきました。天明さんが初訪問ありがとうございます。頑張ってください、頑張ってください。ノリアとマクエさん、ありがお花ちょっと友達になりたい。おお、じゃあ何する、友達になってどうする。あ、そうなんだ、紹介するよ、友達マウント。お姉ちゃんの代わりに学校歌劇の予習でじっくり見てくれてる。覚えてるよ。今日の学校歌劇、こんばんは。そう、今日も高校生の皆様がよく気づいたね、みんな来てくださって、一般の皆様もよく気づいたな。気づか、よく気づいたね。ショールームタワーありがとう。 AKB の好きな曲は何ですか。初めての初手帳生で感激したいから配信は買ってない。それもあるよね。おめえらさん、おめえらさん、ありがとう。なんだろうな、初日とか。ミスターと友達になってマウント取りたい。逆やん。あ、なるほどね。俺もハマちゃんと友達になりたい。なんでだよ。わかるよ。オンライン話し会。わかるよ、わかるよ。うん、私はって。うん、それで私は。前の方で見たよ。ありがとう。ピンキュン。ミサがいてハッチが嬉しそう。だってもう会った時動画回してたの。YouTube ショートにでも曲げようかなと思って。久しぶりの感動の再会。感動しなかったよ全然。爆笑してた。ぜひぜひ友達も紹介して。うん、俺らもう友達だろ。だろ。チュエさんありがはった。わいは宇宙人の友達欲しい。お紹介するよ。うん。まえちゃんが見に行くとき、ミサト手伝ったよな。あ、まだ見に行ってないのか。紹介するよ。キュウリダンス楽しい。え、でしょ？あのさ、楽しさに気づいちゃったらさ、え、楽しいよな。楽しいなるよね。うん、楽しい。マジ楽しい。エスナペアさん、ありがはった。チュエさんもありがはった。私もね、実はルンちゃんの千秋楽を見たんですよ。ね、あ、千秋楽だったっけ、見たの。そう、違くない。まあ違うけど、まあ千秋楽近い。1日前のやつを見たんだけど、そこで初めて感激したのよ。そうで見たんだけれども、なんかね、なんか、うん、感動した。なんていうの、感動したけど、漂流ダンス舐めてたぜ。舐めてたね。マジ舐めてたぜ。もう本当に申し訳ないけど、舐めてたけど、マジで一回着てみって感じ。本当騙されて着て、一回着てほしい。あれの楽しさにね、みんなで気づいてた。え、待って、楽しいですよって。いや、これはちょっとあつこだけちょっとアイドルのライブみたいになるんですけど、うん、そうそう、これはアイドルのファンやはたこう、ね、なる気持ち分かった。みんなの、ね、そうそうそう、ライブ楽しいっていう気持ちもすごく分かったし、分かったね、分かったし、やっぱこれ通うわって思っちゃった。うん、ヒョールライトは持ってった方がいいよ。うん、なんならマイライトの方が絶対いい。買っちゃいな、1500円。1500円で買えないからね、普通。そうよ。あ、猫ちゃん紹介してくれるの。私だ、イエーイ、ありがとう。ABC ダンスも楽しい。え、そう、覚えた人はもうね、ゆいりさんとナナさんの妹でハツとハタゴがいいよ。贅沢だね。贅沢だね。まあ、さっきのゆいりさんとナナさんの妹になりたいわ。ね、客席で見たとき全力で表現ライト振ってて終わる。あと私は観客席から見てる時の楽しみは、ちょっと本番はあんまちゃんと直視できないんだけど、 ABC のダンスとかをファンの子、観劇してくださってる方が踊ってるのをこう、うん、観客の席から見てるのが楽しい。わかるわかるわかる。今日土日人生初観劇でした。素晴らしかった。余韻に浸ってる。また来てね、待ってます。
周りの人みんな踊れてて焦って、来世はユンビールの伝説の4人になっちゃって、 ABC だとむずいもん、あれ難しい、うん、私も踊れません、うん、けど覚えたら楽しいだろうなと思う、うん、あ、スーさんのファンレベルが14に上がった、家で踊ってます、いいじゃん、でも私いい、ね、実は宇多田の公演を見てたんですよ、いつか、うん、いつかね、うん、いつか見てて、でちょっと休憩中に、話の内容まだ理解できてない、休憩中に一瞬ね外に、確かに難しいかな、一瞬外に寝てたんですよしれっと、そしたらなんだっけ、漂流ダンスとかを説明してる VTR があるわけです。3期の鉄がこうやるんですよっていうのを説明してる YouTube があって、それをなんか3、4人ぐらいが流してる音を聞こえて、ね、なんか嬉しかったです。女子軍団のダンス完璧に仕上げて、私の姿見せた、漂流ライトのレンタルは5000円だっけ、全ゼロが1個多いわ5000円だったらね、うん、ライト3つは買えるね、違いないね、それは買うわそれは買うわ、500円かなレンタルは、4人目めっちゃ働くから、だって3回来たらさ元取れるでしょ、うん、レンタルね、すご、買った方がいいよそれな、思い出にもなるしね、あとパスポートあるからね、坊ちゃん劇場って、あれすごいよね、あれすごいね、なんかパスポートを持った人の感想を確かどっかどこで見たか忘れたけど見たのよ説明してる、うん、そうそう、したらなんか VIP になった気分でしたって言ってたなんかまあ顔パスっていうかさ、ああ出したらさ、年パス出したらさ、もうなんか夢の国みたいな感じで入れるじゃん、うん、なんかちょっと VIP になった気分だったって書いてあったいやそうよね、ミキシさんがラップする部分説明してる動画の、そう私もあそこめっちゃ好き、足りる見逃さねえぞ、久しぶり、最初なんだっけ、ファーストシーンで地べたに、あーそこ好き、めっちゃ好き最高って思いながら、遠くの皆さんありがお疲れ、年パスいいよ、 QOA 4人目はパシリになるかもしれないけど、それでもいいなら歓迎するよ、つむじかぜさん、だるまありがとうございます、りゅんちゃんありがとう、ありがとう、ヒョレレット買ったの、愛媛まで毎週通うの、私ですか、私に聞いてますか私は出る時とかは行くけど、5月とかは私真ん中の方全然出ないんですよ、最初と最後だからとかだったら、多分最初中の週とかは出ないから行かないです、出る時行く、何が張った、パスポートは7回見れば元が取れる、お意外と安い、2万円くらいって言ってたかな、誰だよ、誰かが言ってたな、めっちゃ行くよって人はそっちの方がお得説もある、ハツカの専属マネージャーいないから、じゃあハツカの専属マネージャー募集するわ、学生来てたの、卒業した学校だった、そうなんだ、ヒーリーハート、リナさんもありがとう、ヒーリーさんもありがとう、万次郎とテツが結婚してもらう、テツが、まあそうだよ、遠くに住んでる方はね交通費があるから、まあパスポートを買ってもそこまで行けないよね、高殿今日ドッジボール頑張りましたね、深夜練に行くからこれから深夜の練習があるの、あー、ライ、ハズカも欲しいな、新しいのあげるよ、ハズカも欲しいな、そうもらおうよ、言ってみようかな、もらおう、うん、年間会員は5000円だからすぐ戻ってれるよ、あ、うん、年間会員とかもあるんですか、それが年パスじゃないの、年間会員は5000円は安いでしょ、2万円くらいで、あれはないぜ、あれはん、うん、あ、2万5000円で1年間見放題、2万5000円だって、5月分も予約したよ、嬉しい、ありがとう、ミッサーハッツカレンの3つ買おうか迷ってる、何をだ何をだミッサーハッツ光るんだったら、なんか今ジョンマイラブのグッズの話してるのかなと思うけど、ミッサーハッツカレンやから何をだ3つ買おうか迷ってる、何、恐竜ライト、生写真待ってプレゼントしてくれる、もしかして恐竜ライト、めっちゃ嬉しい普通にとりあえず今日発声練習先しなきゃ、あら頑張ってね、
いいね。再販？あ、再販っていうの今。え、そういうのさ。そうなの？知りたい。知りたかちゃん知りたい。知りたい。ちゃんとさ。あマネージャーさんとかに伝えてほしいってことね、うん、確かにそれはそうだ。なんか気づいたらさ、もう3時半ツイッターこうやって見ててさ、今再販やってんの誰かが今再販中です、今再販やってんだ。年パスあるとマーズさんの会計 5% オフ。え、そうなの。そうなんだ。だからてかマーズさんってさ、パスタココでデザートサービスもらえる。え、めっちゃお得じゃん。そんな最近やっとこの愛媛のさお店の名前を言われた時にちょっと分かるようになってきた、うん、もう最初パスタココマーズどこずっと思ってたけど、地元に何かの年パスないか探してみよう。あるんじゃない、あるんじゃない。愛知とかだったらね、水族館とか年パスある。うーん、あーでも水族館とかあるね。うん、入ってたもん。2年前くらい3年前くらい、コロナが流行る1年前くらい、コロナが流行で、コロナが流行って数ヶ月行けなかったんだから、もったいなかった、マジで。深夜に練習するの、今から練習するのやばくね。気をつけてね。どこでやるの。何を。ダンスの、ね、サークルの練習を今からするんだって。今からするの。22時40分だよ。外に出るの気をつけてね。夜はね危ないから、女の子一人は、うん、一人で歩いちゃダメだよ。早く歩きに最悪一人で歩くとしたら、110番の携帯のやつも持ちながらね歩いた方がいい、うん、メミール非公式グッズ作ろうかな。なんかファンレベル上がった。本当だ、5に上がった。5000円の会は1回しか見れないらしい。それは何のあれがあるの。5000円、あー講演会、あなるほどね、講演会あるもんね。西谷さんも上がってるレベルが。あ、今日から始まったんだ。待ってるよ。ハツとミスはペアラック。ノーノーノー、こんばんは。全然ペアラックじゃない。全然違うし、全然違うし。制服で行くね。めっちゃいいじゃん。ちなみに講演会員と年パス会員でイベントがあったりします。3年に1度とか。なんか見たわ、なんか前回の講演会は男性バージョンのクロスザシーをやったって聞いて、それが見たくて。なんかいつも本番が、うん、本番映像が入ってるパソコンがあるんですけど、楽屋の通路に、そこに入ってるの見ました。あとみんなが歌を歌ってた。温泉、道後温泉とか行きたいね。ね、うん、あ無料券が1枚もらえるんだ。どういう ちょっと待って、よだれ出た今。試し美味しかった。面白いね。あ、今日も楽しいね。帰りたくない。本当にもう帰りたくない。もう千秋楽を考えて悲しくなるですね。私今日初日だったのに。あと1年ぐらいいるで。うん、一人で歩くときは男性も気をつけなよ。うん。ぼちゃんがきちゃすごい。まあ、肩なさして歩こう。みんな。捕まるっていうね。そう、銃刀法違反。そう、そう、6月の鉄のライブもあるんで、鉄のクロスシーンの翔太さんの話めちゃめちゃあれね、あーあのビリってやつでしょ。あれいいよね、おもろいよね。一人で歩くの気をつけなよ。人が歩くとか歩くんだよ。動画人気だから時間にやったら予約になると。あ、そうなんだ、教えてくれてありがとう。そうだよね、5000日の5000のも2万5000の日って無理だった。まあでも確かに遠くに住んでるとさ、ちょっと怖いよ。2万7回も生きるかなってのあるよね。マイボクトを持っていこうか、草。まさかまさ、ありがくま、ボクトを持ってくな、ありがくま。なんで笑ったの、ちょっと面白いコメントがあって。こんばんは。あ、レナッチさん直手なの歩き方。そうそうそう、レナッチさんが一人で歩くときはすごい変な歩き方をするって言ってて、そう、変な歩き方した方がいいと思う。あのね、うん、何やってもけいさん、友達と電話を進めだよ。ああそうだね、あのスピーカーにして爆音でハッハッハッって言いながら歩く。超迷惑だけどね。近隣住民からしたら、まあね、そうそうそう、普通に
そうだよね、遠い方はね、ほんと来てくれてありがとうございます。遠くからぼちゃん劇場はあれだね、一回来るとハマっちゃって。どんな役を演じた方の演技が好きですか？あー、え、どういうこと？どんな役を演じた方の、どんな役を演じた方、うん、どの役の人のどんな演技が好きですかってことでしょ。なんか最近さ、翔太さんとかとさ話す機会が多いからさ、もう翔太さんの甘みの言葉が映ってきたんだよね。わかる。僕はさ、ミサはさ、ミサもっと思い切り振っていいからね。わかる。めっちゃ完璧。ミサ本当に上手だから、もう全然自信持って振ればいいから、うん、優しいですからね。雪地のラップかっこいいよね。発音もできてるから、自信持ってやればいいから大丈夫。今めっちゃ自信持ってやればいいから大丈夫だよ。いいね、なんか方言あんだけバリバリである人になりたかったな。舞踊役の翔太さんはね、舞踊役です。あー、トイキで行く価値めちゃくちゃあった、そう言ってもらえて嬉しい。ありがとうね、東京から。金山はねえがって言ってる人。そう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 、あー、そう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 、見に来て、見たい、見に来て。5月の中旬はキス、そうそう、私キスバイエイトに出ます。キス、何弁なの？奄美大島なんですって、地元が、ね、超ゴリゴリの奄美大島の人初めて会ったかも、私。リンジュさん、うん、タンポポありがとう。もう、うん、もう15分経った。あ、経ったと思わずかも、来た。もう15分経った。ラボじゃの、あそこめっちゃ好き。竹蔵なんて書いたんだろう、うん、星になってる。竹蔵数の人ね、竹蔵あれじゃない、あのシーンじゃない、あ、竹蔵です。あ、そうですよ、絶対。あは、竹蔵です、うん、めっちゃ演技上手だなっていつもあのギブザネームが始まるときに、うんうん、こうさ、これ分離ね、この英語はこれだみたいな話してる、授業を受けてる様子の翔太さんを見ながらは演技めっちゃうまいなっていつも座りながら見てる。わかる。なんか自然な、さすがだなと思って。今日で2回目見に行った。おやったじゃん。最近はね、はあ、私送んないといけないことあったのに、マネージャーさんに忘れてた、やばい怒られる。あ、でもう撮ったけどね、やったよ。あ、撮ったの、うん、へったくそだった。朝もう起きて撮ったから、うん、へったくそだったけど大丈夫、もうどうせ分かんないよなと思って。じゃあ原稿でも読みましょうか。うん、今日学生多かったね。うん、メイク機能は使わないの、それって間接的にメイク機能使わないとやべえ顔してるぞって言ってるの。メイク機能使ったら、うん、なんか画質が落ちるらしい。私はメイク機能を使わないで戦う。そうね。こもり歌はアドリブですね。ああ、そうそうそう、なんかエイトの曲をいつも歌ってくださってね、うん。バッキーのファンレベルがこんなだった。さあ、ということでランキングを読みますね。優勝位ジャニングさん、12位ツーリンダルマさん、11位フロストさん、10位ヒデジロさん、見てポニーテール、9位ユキタンさん、伸びたよ髪の毛が、8位ケンちゃんさん、7位なんでさ、このリュウさんって方はいつもビギナーなんですか。5位ジョークスノーさん、4位タルさん、いつもビギナーだよね。3位アメリサムスが最高、2位ソムジカジュさん、いつもビギナーだけど、1位オムヤスさん、いつまでビギナーなんですか。でということで、アメリさんお作りスタンプ、かわいいスタンプ、ありがとう。どんだけアカウントを変えてるの、いつもビギナーだよね。じゃ終わります。翔太さんに引っ張られてるやん。いつもビギナーだよね。なんでいつもビギナーだよね。アカウントめっちゃ変えてるのかな。
それいつもなんか他のところで変なコメントして通報されてアカウント消されたりとかしちゃってるの。ほんじゃどうすれば消えるんですか。でも、ね、普通にしてたらね消えると思うんだよな。ありがとうございました。さようなら。明日は松園劇場はお休みですけど、あ、ま、豆腐ちゃんが100回目の20日21日は川原美咲がお見送りね、やります、坊ちゃん劇場にやります。コロナの前とかもあったんだって。で22、23、24が宇多田20日、はい、で、25から30が川原、ね、初心の心を忘れてないのか。それは素敵なことだよ。1729人ありがとうございました。素敵なことだと思う。バイバイ、うん、大切。そう、よし、ランキング見ます。10歳とし君さん、とし君さんありがとうございます。12チョコレモンさん、チョコレモンさんありがとうございます。11くんちゃんさん、くんちゃんさんありがとうございます。10位ひでおさん、ひでおさんありがとうございます。9位しゅんごさん、しゅんごさんありがとうございます。8位にしやんさん、にしやんさんありがとうございます。7位ちまさん、ちまさんありがとうございます。6位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。5位エースのワンペアさん、エースのワンペアさんありがとうございます。4位じゅんやさん、じゅんやさんありがとうございます。3位はスノーさん、スノーさんありがとうございます。2位はノリアとマークエースさん、ノリーさんありがとうございます。そして1位はマーサクマさん、マーサクマさんありがとうございます。配信楽しかった、ありがとうありがとう、嬉しい。川原でした。今日は川原の初日でした。はい、久々にショールーム来れたのに、ワールドクラス電波死んでてもいい。じゃあせっかく聞いてくれたから、じゃあ私が最後に何の一言を言うか当ててください。皆さんもう頭に決めてます、一言。それ言ったら終わりますね。当ててください。あ、一人でも当たった方がいたら、じゃああと5分してあげる超上からだ、ごめんね。なんだと思う？あと、はい、20歳になりました？おめでとう。あ、それ私が言うってこと？おめでとう、20歳。お酒飲みましたか？おお、あ、惜しいな。オムライスが一番惜しいかも。じゃあ最後に言います。ピーマン、はい、これでした。じゃあ皆さんおやすみなさいませ。ありがとうございました。また元気でね。達者でな。